蜂がものすごく怖かったやつがある時から怖くなくなったのは、それ娘ができてからなんですよね。でなんでその時から怖くなくなったかっていうと、娘ができたことによって新たなそれまで感じてないような感情が芽生えてきたんですよ。それ何かというと慈悲の心みたいなやつ。鴨居内小学校のね PTA からね依頼があって、で笑いヨガをしに行ったんですよね。僕とハセピョンとでもう一人木曜日の養成講座を受けてる子で笑いヨガのね先生いるんでね。そして宮君がカルマヨガでカメラ写真をね撮りに来てくれたんですよ。4人でね行ったんですよ。で俺始まる前のねずいぶん前1時間ぐらい前だよねに到着してね、で校長室で待ってくださいっつって、で校長室で校長先生としばらくねお話をしてたんですよ。そしたら急にそのハゼピョンがね、何って言い出して、そしたらカメムシがね、カメムシ椅子にさカメムシがいてさ大騒ぎしてんのよそれでカメムシぐらいでもうしょうがないねってさみんなで大笑いしてたらさ、今度別のカメムシがこう飛んできたらさ、そしたらこうミヤ君がさもうフードこうやってかぶってさうずくまっちゃってさ、もうなんか B29 に爆撃されるかと思われるぐらいのさ、もう空襲されるぐらいの勢いでわーってなってさ、で先ほど散々ね一緒になって虫ぐらいでってさ、カメムシなんか大したことないって言ってた割にはさ話を聞けばさ、あれでしょ、ちっちゃい時になんか顔に刺されたんだよね、蜂にね。それでトラウマになってるから、その反射的にそうなるんだよね。で俺もだからその話聞いて、いや確かにそうだよなと思って、俺もね幼稚園の時 の遠足の時に弁当食ってる時にここのとこ刺されたんですよ、そのミツバチにね。その耳の下のところのおたふくで痛くなるとかあるんじゃない、そこをねミツバチに刺されて4歳ぐらいの時だよねきっとね。そめちゃめちゃ痛いよね蜂って、ミツバチだからそれ以来俺も正直言って蜂がやっぱりブーンって飛んできたらもう反射的にもう走って逃げるような感じになったのね。で大人になってから、まあ、うちのかみさんと結婚して、でかみさんとねあと僕の大学の時の友達夫婦4人で山登りした時があって、で山登りしてるとその友達の奥さんの帽子にねスズメバチが止まったんですよで俺それ見た途端にあーってもうダッシュでもうだから反射的ね、うちのかみさんも本当言ってたけどね、もうすごいねっつって、もうあっという間にいなくなったんですよ。もうカール・ルイスより早かったですよ考えてる暇ないもんね、もう蜂って見た瞬間だから、しかもミツバチよりも怖いスズメバチでしょ。それを見た途端にもうね反射的にもう逃げちゃうんですよね。これは誰でもそうなんですよ、やっぱり無意識ってそういう風になってるからね。僕らって自分の意思でさいろいろ決めてるように思うけど、実はそんなことないんだってね、全部反射的に行動しちゃうよっつって。だから脳科学者の人たちはね、脳の実験とかいろいろしてると僕らにはどうも自由意志ないんじゃないかって言うんですよ。そうするとじゃあ僕らをいろいろこうね行動させるものは何ですかっていうと、脳の中に蓄積している過去のデータなんですよね。だからヨガでは心の中にそういうそのデータの貯蔵庫、サンスカーラーっていうのがあるんですけどね、そこに自分が溜め込んだデータをもとに勝手にいろんな行動したり喋ったりするらしいんですよ、どうもね脳科学的にはね。だけどヨガではだからこれはだからカルマだって話なんですよ。自分が過去にいろんなことをしてきたデータの蓄積によって自分の未来が決まるよっていう話ですから。だから僕はねその蜂を見てものすごく怖いわけですよね昔はね。だけどある時からもう蜂が怖くなくなったんですよ。そのきっかけはね自分に子供ができたの、娘で、娘がね2歳ぐらいの時にもう山の中の昔からあるね古い温泉に3人で泊まったんですよ。で娘2歳の娘と一緒に露天風呂入ってたら、その露天風呂にあれが来たんですよ、スズメバチね。さすがに自分のその幼い娘がいるのにもかかわらず自分がやっぱり逃げるわけにいかないですよ、もし刺されて死んじゃったらね。だからいやその時はそんなことは別に考えもせずに娘がそばにいたらもう全然逃げる気は全く起きないんですよね。なんとか娘を守ろうとするわけですよ。でそれをきっかけにね別に
蜂がそれからそんなに怖くなくなったんですよ。もうだからブーンって飛んだ来た途端にもうバッて逃げるっていうことはそれ一気になくなったんですよね。で新しい経験がインプットされたの、脳の情報が入れ替わったんですよね、きっとね。でなんでその時から怖くなくなったかっていうと、娘ができたことによって新たなそれまで感じてないような感情が芽生えてきたんですよ。それ何かというと、多分その慈悲の心みたいなやつ、自分のやっぱり娘は無条件でやっぱり可愛いもんだし守ろうとするっていう気持ち、自分のだから過去のいろんな体験がさ、そういうふうに何て言うんだろう、好ましくない行動したりさするように、そういうプログラムになっちゃってるので、きっとね、ほとんどの人はね、それがある意味ヨガではカルマってんだけど、それをだからきれいにしようとしたりするんだね、あるいは好ましい反応に変えていこうとするのが実はヨガなんですよね。そうするとね、そのヨガのテクニックで慈悲の瞑想ってやつね、聞いたことあるし、ますよ、慈悲の瞑想ってやつ、慈悲の心を育む瞑想っていうのを最後にね、ちょっとやってみようかなと思ってますね。具体的にはね、まあ、全然難しくないんですよ。だから新しい情報、慈悲の心が芽生えるような言葉をね言っていくだけの話ね。例えばこれは慈悲の瞑想の一般的なやり方ね。まず自分の幸せを願うんですよ、自分が幸せでありますように、自分の願いが叶いますように、自分の苦しみはなくなりますようにみたいなやつ。そして自分が幸せになるように、自分の苦しみはなくなるようにっていうのを唱えてから、その後今度自分の周りの人も同じように幸せになりますように、苦しみはなくなりますように、願いが叶いますように、そしてその後にもうこの世の中の全てのものね、生きとし生けるもの全てが幸せで苦しみがなくなり、願いが叶いますように、そういうふうに何回も何回もそれをこうずっと唱え続けるっていうのが慈悲の瞑想。これで何が起きるかっていうと、やっぱり脳が変わるらしいんですよね、これも結構いろんなところで実証があるんですけど、これをすることで、まあ、例えばそのうつ病の傾向がある人が気持ちがやっぱりポジティブになって、うつ病が軽減するだとか、ストレスがなくなったりする。1回じゃなくならないですよ、これしばらく続けるとね、毎日毎日ね。あの人いるじゃない、そのメンタリストの大吾、あの人すごく瞑想をねいろいろ進めてるわけですけど、なんでかというと科学的にねいろいろと実証データがあるからね、人間にとっていいデータがいっぱい出てくるので、例えばだからマインドフルネスとかももちろん進めてるんですけど、一番効果あるのがねこれだって言うんですよ、慈悲の瞑想だ。で、あの人ね、そのテレビで昔結構活躍してたんだけど、ある時からあんまりテレビ出なくなったのね。で、なんでかというと人間不信になったらしいんですよ、テレビ業界の人たちがあまりにもね、その言ってることとやってることが随分違うからっつって、で、その人間不信を克服したきっかけがどうもその慈悲の瞑想みたいなね、だから慈悲の瞑想することで結局ね共感する気持ちが芽生えてくるんですよね。自分と周りの人はきっと同じようなことを考えてるんだろうなって、自分が苦しいことは相手も苦しいんだろうなっていうのが分かってくるらしいのね。Thank you.